家の中から掘った方がいいのかな、これ。ね。やめて、頼むからやめて。ヒカキンゲームズ。ヒカクラ。ヒカキンはどこにいるでしょうか。チクタク、チクタク、チクタク。ここだよ。ここだよ。ここにいるよ。こう、こう、だよ。ブンブン、ハロー、YouTube。ヒカキンゲームズへようこそ。どうも、ヒカキンです。はい。ヒカクラ2パート3の、今回は、ヒカクラ2初めての拠点、家を作りまーす。というのもね、前回パート2のアンケート結果がもうね、ダントツでヒカキンさん、そろそろ拠点作ったらっていう票数がね、圧倒的に多かったので、今回はまあね、もうパート3になっちゃってるんですけど家作ります。本当だったらもうパート1に作るもんなんだけどね、まあ、やっぱり男だからね、冒険したくなっちゃうから。で、そもそもここはどこって話ですよね。いい質問だ。そう、ここはね、見ての通り砂漠なんですけど、砂の村のすぐ横です。なぜここにいるかというと、いきますよ。びっくりしないでくださいね。3, 2, 1。ドドーン！これ見てください。これ。はーい。これね、さっきまでね、2時間ぐらい。掘ってました。そう、この空間やばいでしょ。そう、ここ本当はね、ガーンって埋まってたんですけど、ちまちまこの辺から掘って下に掘り進めてってね、こんな空間全部掘ったんですよ。で、あのね、最初ほらここに作業台置いて掘ってたんですよ、この辺を。で、気づいたらここまで掘ってんの。で、ここでね、何泊も寝てやっとこんなに掘ったんですけど、なんで掘ったかというと、まあね、今日作るね、家の材料なんだよね。そう、今日ね、作る家の設計図をね、描いたんですよ。頭の中で。で、僕はね、数あるブロックの中から、今回ね、家に使うブロックは、ちょっと砂系がいいんじゃないかなって思ったんですよ。これめっちゃ考えたんだけどね。まあ、持ち物見るとわかるんですけど、いきますよ。せーの。ドドン。見てこの努力の塊。そう、今回ね、家作るのにこのブロックを使おうと思ってます。ドドン。滑らかな砂岩。そう、これね、いいんじゃないかなと思って。ちなみに普通の砂岩はこれなのね、このなんかひびがいっぱい入ってるみたいなブロック。これはね、ちょっとなんかメロンパンみたいで なんとも言えない感じと思うんですけど、僕が今回使うのは、いきますよ、これ。これ綺麗じゃない？これ綺麗ですよね、絶対。そう、これが滑らかな砂岩。あのね、砂ブロックかなりたくさん使わないと作れないんですけど、あの、この砂系のブロックってね、あの、石のつるはしでも結構簡単にね、掘っていけるんですよ。いくよ。ほら、こんな感じ。で、家作るには結構いっぱいブロックがいるから、これにしようって思ったんですよ。まあ普通定番はね、木のブロックとかだと思うんですけど、まあヒカクラ2ということで、ちょっとね、1と違う家作りたいなと思って。さあ、お、綺麗だねー。こっから見える夕日は最高だね。海に太陽が隠れてくってこんな綺麗なんだな。じゃあちょっと一泊ここで寝ていきましょう。早くしないとハスクが生まれちゃうからね。危ない。おやつになっちゃい。おはようございます。さ、拠点戻って、家作っていくっぺ。ちょっと遠いんだよね、こっから。帰りまーす。さ、泳いでった方が早いかな。泳いでいこう。ちょいや。気持ちがいいねー。走る速度とこの泳ぐ速度ってどっちが速いんだろうね。同じくらいに感じるけどね。走ってる方が速く感じる
ような気もするけど、案外早いよね、これ。ん？ん？ちょっと待って。え？え、これ羊じゃないよね。あれ？ちょっとかっこいいラマさんがいる。え？ちょっと待って。何このイケメンな色。えぇ？かっこいい、あの白い馬の色だわ、これ。え？なんでこれスプーンすんのかな？いなかったよね、絶対。いきなり生まれる感じなのかな？ラッキー。いつかね、あの最初のクリーム色のラマさんとなんか子供生まれたらいいな。あ、あそこにいるもん、ほら、クリーム色のいつものラマさん。さあ、拠点のとこまで帰ってきました。そう、今回ね、まずどこに家作るのかって話なんですけど、これもね、悩んだんですけど、やっぱりね、はい、ここ。この土の柱。これが、スポーン地点。自分では絶対に変えられない。自分が敵にやられたら、ここに戻ってくる地点ですね。この、ここなんですけど、やっぱりね、最初の拠点は、ここがいいんではないかと思って、まあ、普通なら、まあ、スポーン地点がそこだから、こっち側にね、家をポンと建てたらいいんじゃないって僕も思ったんですけど、でもさ、こっちの方の海にもよく行くんだよね。あのピラミッドとかジャングルもあるし。ってことは、ここの川渡んのちょっと、めんどくさいよね。ってことは、ここに橋みたいに架ける感じで家建てちゃえばいいんじゃね？って思ったんですよ。だから今日はここの上に家建てたいと思います。で、ゆくゆくは地下とか作って、地下はね、この、中に川が流れてて釣りできちゃう家みたいな。それも良くない？で、あとなんか屋上なんかも作ってね、海も見えるとか、そんな感じの家にしたいと思ってます。さあ作っていきましょう。僕の頭の中にはもうね、設計図ができてるんで、まあ多分早いと思うんだけどもね。さあ作っていきます。まず、元となるのはこの滑らかな砂岩なんですけど、実はね、ここにもう一個チェストがあるでしょ。見て驚かないでね。いきます、ドン。こんなに集めたんですよ。まあ本当にね、スポーン地点に最初に作るちっちゃい拠点でいいかなとは思ったんですけど、やっぱりヒカクラ2だからパワーアップしなきゃと思って張り切りましたよ、これ2時間の成果ね。さあ作っていきます。まずどっからどこまで作るか、大きさを決めなきゃいけないんですけど、スポーン地点はそこだから1段上げた方がかっこいいから、まあこっからにするか。うん、こっからでいい。 OK、 まず大きさ作っていきます。いや、このね、家かっこいいと思うんだよね、絶対。ちょっとなんかね、イメージ的には、神殿じゃないけど、歴史的建造物みたいなね、雰囲気が出たらいいなと思っております。さ、ちょっと大きさ作っていきます。ポン！あ、ポン！あ、ポン！あ、ポン！よし、こんなもんかな。あ、ここだとでかすぎか。はい、ここまでにしよう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、あとこれ横幅をどこまで行くかだな。あ、結構でもいい正方形気味にはなってんだな。ただ家の前に生まれたいから、この辺までにしとくか。まあちょっとこんくらいにしとくわ。よし、で戻っていく。プン。あー、べべべべべ。あー、これ足りそうだね。頑張ってよかったわ、これ集めんの。オッケー。さあ、こんくらいの大きさどうでしょう。結構こうでかくない？これ最初の拠点にしてはでかいよね。いずれはね、なんかこうもうちょっと広いところにヒカキン村みたいの作れたらいいなと思ってるんで、本当にあくまで最初の拠点ですね。さあ次、お次はちょっとハーフブロックも使いたいんだよね。あ、ハーフブロック、これほっ。ハーフブロックをうまく使う人がかっこいい家を作るんだよね。そう、こうやって家の高さを1段上げてるんで、こういう風にちょっと入り口付近にこうやって床があるというね。あっ！あー、これ2つ取れちゃうんだよな、こうやってくっつけると。さあ、じゃあもうスポーン地点これ消しちゃいましょう。よいしょ、ここだから、スポーン地点は今度から。だからもしやられても家の前に出る。完璧だ。いやー、これ結構時間かかんな今日多分。腹ごしらえ、腹ごしらえ。で、お次は、これ床作りたいんですけど、床もこれだとちょっとなんか家の中が寒いっていうか、冷たい感じになるかなと思ったんで、ちょっとね、木にしたいんだよね。
で、それで集めたのが、あ、さっきも映ってたと思いますが、これ白樺、僕がね、大好きな木です。目に優しい色してんだよ。そう、これで木材作ります。これふっ、やばいな、持ち物がいっぱいだ。あんまり色変わんないけど、これになることでちょっと綺麗に見えると思うんだよね。いきます。ほっほっほっ。さあ、これ全部埋めるぞ。大変だぞー。あー、斧、斧、ポン。これ足りる？足りる？これ木、ちょっと待って。あ、でもやっぱりね、ちょっとほら、あったかい感じは出てるね。床がこうやって木になるだけで。うん、この発想も外れじゃなかったね。ただこれ結構気使うな、マジで。あ、やべ、クリーパーとかいる。やべ、おやすみ、おやすみ。やべ、ほんと時間かかる。床しか作ってないのにまだ。やばいな、これできるかな。建築ってね、思ってるなんか3倍ぐらい時間かかるんだよね、想定の。頑張ります。まあ、動画的には多分早送りになって、あの、時間短くなってるけどね。ポンポポン、あ、ポンポン、うわ、クリーズパーいる、クリームズパーがいる。待って待って、ポン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 、ちょっとやばいのいる。ポンポンポン、あー、ポン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 と、はい、ポンと、オッケーじゃないですか、床、オッケー。ちょっとやばいのいるよ、マジでやめてね、マジでやめてね。ちょっと待って、ちょっと待とう、ここで決戦したいというのか。ちょっと待って待って待って、マジでやめて、マジでやめて、こっちはやめて。ちょっとやめて。勘弁してよ、家だけはね、勘弁しって。ぷくーってなるよね、本当に。君はやめてくれ。あ、ジャンピング切りだぜ。さすがに勘弁してよ。ヒカクラ、でね、今回僕の中でテーマがあって、左右非対称で作りたいんですよ。左右対称じゃなくてね、アシンメトリーってやつだな。そう、まあこんな感じかな。うん、よし、じゃあ次、ちょっと持ち物が多すぎるから壁作っていこう。壁も滑らかな砂岩なんで、で、窓とかは後でぶち抜けばいいと思ってるんで、まずは、もうお豆腐、お豆腐ハウスですね、よく言うやつ、お豆腐ハウス的にまず作っちゃいます。いきます。はいはい、こっからは大変だな、マジで。圧迫感のない高さだから、多分 5から6段は欲しいんだよね、1階部分だけでも。高さ的に、スライムブロックとかも持ってないからさ、高いとこ登るのも一苦労なんだよね。はしご作んなきゃね。よいしょよいしょ。はい、はい、よし、とりあえず5段の壁はできたね。オッケーオッケーオッケー。どうでしょう、こんくらい高ければ家の中で屋根できても圧迫感ないかな。うん、もう1段上に天井作ればいいか。そうしよう。あんまね、低いとこう狭苦しく感じるでしょ。よし、じゃあもう閉じちゃいます。この高さで閉じる。オッケー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 。早いよ。ただこれ中暗くなっちゃうからな。で、どうせ屋上も作るんで、これが2階部分の床になるってことだね。まあ、2階は木じゃなくていいかなと思ってるんで、床は。息が切れてきやがった。やばい、腕が右クリックしすぎて腱鞘炎になっちまいそうだ。まあでも最初の拠点にしてはこれ相当広いよね。そもそもヒカクラ1ではさ、スポーン地点にさ、簡単な拠点とかも何も作ってなかったからね。うん、ちょっと離れたとこに家作って、やられたらね、あーとか言って走って家まで。ちょっと走ってたんですけど、やられたらすぐ、まずね、あの、こうやって家がすぐあったら助かるもんね、絶対に。だからこれは間違ってないよね。さあ、ちょっとこれ家の中暗くなるから、すぐ松明つけよう。よーし、やっと出来上がるぜ。とりあえずこれで豆腐ハウスの出来上がり。いやー、そう、なんこれ何百個使った、これ1000個くらい使ってない、マジ。さて、松明つけよう、中に。あー、やばい、真っ赤すぎる、ちょっと待って、やばいやばいやばい。よし、13本、 OK。 あぶねー、ほんと暗いよな、これ。よし、これ爆破されたらやべえからな。はい、で、床にもちょっとつけとくか。よいしょ、 OK。 さて、
いいんじゃないですか。ただこれまだ全然できてないんでね、勘違いしないでくださいね。こっからちょっとまた準備があるんですけど、鮭焼けてるわ。砂を焼きたいんだよね。でガラスをまあ作りたいんですけど、砂をよし、石炭が少ねえなあ。これこれ砂の村にめっちゃじゃがいも植わってたんでね、取りました、焼きました、ベイクドポテト。ガラス結構使うことをね僕考えてたんで、砂も焼かないとって感じなんだよね。石炭くれー、ちょっとやばい、ここでいつも取ってんだけど、あれもうなくね、うわねえ、ちょっと待って、夜になっちゃうし怖いし、石炭ないっけこの辺に、うわねえぞ、あった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 、頼むよ。やっぱ家作るって大変だね。まあ、現実世界なんてもっと大変だと思うけどさ、うわくら、ちょっと待って帰ろう石炭がなさすぎるこの辺。ああ暗い暗い暗い、やばい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 、助けて、あーゾンビがめっちゃいる、ちょっと待ってゾンビやめて、クリーパーもいる、ちょっと待ってやめてくれ。早速作った家を嵐に来んな、お前ら。いいねいいね、石の剣で頑張ってんだよこっちは、来んやろ。よし、クリーパーはちょっと怖いから無視、よしおやすみ。わざわざこれ外で寝るっていうね、石炭がない。ん、あ、ウサギちゃんがなんか2匹いる。ウサギって2羽って言うんだっけ、1羽2羽なんだっけ。あ、かわいい、なにこれ、双子かわいい、ほら、あ、ぴょんぴょん、黒ウサギかわいいね、はい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 、ぴょんぴょん、石炭ない、石炭ない。こっから見ると家がなんかマジで豆腐だな、あれあ、あった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 、石炭発見、よいしょ、ベチあったわ、頼む、いっぱいあって、よし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 、奥行きがある、ちょっとよし、あ、終わりかいあの辺まで行ってみっか、ちょっと岩いっぱいあるところ。いやー、やっぱり大変だぜ、2時間準備しても物が足りねえっていうね。あ、ここにあんじゃん、めっちゃ、ただ高いな。うわー、びっくりした、びっくりした、今いたな、お前川にもいるんか、お前は、やだな。あ、高いけどなんとか登れそうな位置ではある。わー、すげえこれ、水きれいだなこれ、わー超きれい、ほら、ここで泳げんのすげえ、うおー穴から出てんね、水が。さ、早く来んないと、遊んでる場合じゃねえ。そうだよ、で家をねしっかりこう作って拠点ができたら、また次回からこう大冒険に出たいからさ、やっぱり冒険好きだからさ。さ、そこだな、オッケーオッケーオッケー、こんな高いとこに来なきゃないのか、石炭が。ちょっ、てかそこ高えな、その山、いつか登ってみたいね。よっ、さ、取ります。ポコ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 、あ、ポコ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 、まあこんだけやればいいだろ、38個、オッケー。さ、水にダイブしよう、ジャンピングファイヤー痛い。さて、ガラス一気に作るぞ、まだちょっと足りてるけど、よいしょ、砂、おい、いけ、あ、結構できてるね。で、まだ2階部分作ってないんで、ちょっと2階部分も軽く作りたいんだよね。こうやって見た時に左側だけボコンってやりたいんだよね。で、すごい後でガラス張りみたいにしたいんで、ちょっと頑張るか。つうか、中にはしご作ればいいのか。オッケー、はしごを。ここ入り口だから、入って、まあ、この辺とかにしておきますかね。ここ、こうして、一個膨らませて、ここから登りたいね。うん。そうすると出るところのちょっと調子が良くなるから。よし、こうして、よいしょ。よし。それでは、2階部分作っていきたいと思います。2階部分は、半分、こう、まあ、室内、半分ベランダにしたいんですよ。だから、そこはね、ちょっと、ヒカクラ1の家に似てるんだけど、ただね、全然違く仕上がるから。まあ、こっからだね。いきます。1、2、3、4、5。こんなもんかな。うわ、雨降ってきた。おー、
雷はやめてね、さすがに。ここ本当に壁尽くしだけど、後であのガラスになるんで。ポンポンポンのポーン、あのポンポンポンのポーン。これ現実世界だったら大工さん大変だよね、こうやって雨の中でね家建てるってのは。本当に尊敬ですわ。あーそっか、これどこまでにしよっかな、左右非対称。あーなるほど、いいねいいねいいね。そうここがね、こうガーンってガラスにしたくて、1階と2階が見えるみたいな。これもう閉じちゃっていいよね。ポンポンポン、あーポンポンのポンのポン。これ敵湧いちゃうな、これ。寝よ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 、寝ましょう寝ましょう。ダメだ、真っ暗だ。よしよしよし、やば、暗っ。ちょっと待って、怖い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 。おやすみ。ポン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 はポンポン、えポンポンはポンポン、えポンポンはえポンポン、えポンポンはえポンポン、えポンポンポンのポン、えポンポンポンのポン、ポンポンポン。よし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 、うん。でここもさらに上に抜けていくように作って、よいしょ。ポン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 、いいんじゃない。オッケー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 。さあやっとですね、滑らかな砂岩でまあ床と天井と壁、外側全部作りました。こっから化けるから。こっから化けるから。ヒカキン豆腐ハウスっていうのをちょっとこっから覆していくから。さあ行きます。で、こっから何するかというとね、ちょっと海に行くんだよね。そう、海に行って、イカ倒して黒い染料を取ってきたいんですよ。そう。というのも今回ね、ガラス全部ちょっと黒い色にしたくて。そう、だから剣、まあ、剣持ってけばいいかな。オッケー。ヒカクラ。イカいるかな？頼むぜ。いつも普通にいるから多分いると思うけど、こういう時に限っていないとか、やめてくださいよー。イカ！イカが、いたいました。イルカさんも、あれ？なんかカタツムリみたいなの持ってる。ちょっと待って。やろ。なんだあいつら。カタツムリ持ってる。倒すぞ。槍持ってるやつもいる。ちょっと待って。こいつとりあえずカタツムリマンから行く。あべ、やべ、イルカ攻撃しちゃった。イルカ攻撃しちゃった。やばい。イルカ攻撃するとなんか来るって言うけど、来る？てか息できてない、息できてない。イルカも来てる。イルカもこれは？これは？お、上がってきた？え？イルカさんって上がんの？あーでもなんかイルカ寄ってきてる感じがするな。あれ？あいで！攻撃してきてる？これ。うしてきてる！ダメだ！入れない！ちょっと待って、なんもできない。え？怖っ。海に近寄れません。ちょっと遠くの方行くか、じゃあ。あれ、トライデント持ってたね。トライデントと変なカタツムリみたいなやつ。イルカ怖いわ。なんかイルカさ、すごいこう寄ってきたからさ、当たっちゃったよね。そっか、もしかしたら案外、川にイカがあんまいなくなってる気がするんだよね。昔って、うわ、超ゾンビいっぱいいる。ちょっと待って。昔ってさ、浅い川にもさ、めっちゃいっぱいイカいたじゃん。なんでこんないるのぐらいで。全然川にイカいなくてさ、鮭しかいないの。これも新しくなったせいかもしれないね。さ、ここまで来ればさすがにイルカの情報もう流れてないよね。こいつやばいやつだって。よし、大丈夫だ。イカいるわ。よし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 。イカ見つけんのに苦労してんだよ。危ねえ、いる。うわ、なんだこれ。え、炭なんか出たっけこれ。あ、またゾンビいるしさ。いやー、この炭で見えなくなってイルカビシッてやっちゃったりしたらもうほんと、イカも倒せねえ。イカ、なんかイカ早いし、ちょっと待って。ゾンビいる、ほら。ゾンビ来てる、向かってきてる。やべ、息もできてないし。あれ取れた？あれ、イカ墨は？ちょっと待って、これ。え、弓矢持ってた今、弓持ってた。ゾンビ。よいしょ。取れた？あ、イカ墨やっと一個取れた。十何個とかは取りたいよ、せめて。イルカ上がってきてる。これ攻撃違うよね。してないよ、攻撃。ちょっと待って、イカが、あ、いたあんまりいないわ。イルカの方がなんかいるよ、イカより。うわー、広い、いいねー、気持ちがいいね。でもね、昆布もすげえわ。カメもいるし、ほら、これこんな暗くなるんだね、今ね。見えねえや。ほら、イカー、くんやろ。よし。取れた？あ、3個。少ない。これではまだ少ないよ。あ、
危ない、イルカさん危ないよイルカさんこれ危ねえ。あ、ゾンビいるし、危ねえ、イルカさん危ない。マジこれ厄介な仕様だな、このイルカさん。ねえ、可愛いんだけどさ、やべ、いて、やべやべやべ、息ができない。あしゃ、あ、危ねえ、イルカ危ねえ、勘弁して。よし、やべ夜だ、やべベッド持ってきてない。いいか、いいか、危ねえ危ねえ危ねえ、よし帰ろう帰ろう帰ろう。やべ、いやでもこっから家見えるじゃん、いいね。やばい、ちょっと暗すぎる、やばいやばいやばい、敵がいっぱいいる、やばい、クリーパーもいる、ちょっと待って、あー、家の反対側にはいないでくれ、怖いから、やめてやめて。よしよし、うー、おやすみ。あー、よかったー、よかった、これで一気に進む。あー、よかった。よし、さあ、ちょうどガラスもほらできてるでしょ、これで、板ガラスを作っていきます。オッケー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 、あー、いいね、いい量だいい量だ。ちょっとイカスミが足りるかわかんないけども、これでほら、この黒のステンドグラス、ガラスじゃないんだ、グラスを作ります。とりゃ64、まだいける、まだいける、オッケー。でこっから今度この黒のステンドグラス窓、薄いやつですね、これにすることによっていっぱいになるでしょ。え、結構いっぱい作れたよこれ。ほら、さあこれで一気に仕上げていきます。クリーパーの姿すら見えなかった。クモもいるし、もうやだ、もうやだ。かまどが吹っ飛んだだけか、でも。いや、もうびっくりした。シーとか言ってたから、あそこにもいるし。初爆発か、これ。クリーパー。姿の見えない最悪な爆発だよ。それでは、ガラス作っていきます。家の中から掘った方がいいのかな、これ。ね。やめて、頼むからやめて、頼むからやめて、やめて、危ねえ、腹筋いて腹筋いて、笑いすぎて腹筋いて、危ねえ、これ湧いちゃうのか、この明るさでも。危なかった、あ、危ねえ、血圧が上がりすぎて、危ねえ、もう1時間作ってんだから、ここまでで、危ねえ危ねえ危ねえ、ムキになっちゃったよ。この辺だな。で、こんくらいガラスになってたらかっこいいんじゃないかなと思って。これ2階まで全部、もう、こう吹き抜けっていうかさ、ガラスでぶち抜きたいんだよね、ここ。横幅4でかいかな。ちょっと1回やってみよう。これでね、お豆腐ハウスから一気にね、かっこよくなると思うんで。行くぞ!ほら!魔法のイカスミガラスじゃ!ほらほらほら、このコントラストの違いというかね、白っぽい家が一気にここで、パキッとするでしょ。ほら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 、これを上まで行きたい、欲張って上まで行きたいけど、これ足りなそうで、ベランダの柵とかもこのガラスにしたくて。あ、やべ、これもう一個こっちだな。あ、やべ、失敗した。これシルクタッチないから割っちゃうのか。やべ、大失敗。これね、こっちにしたかったんだよね。やば、うわ、4枚無駄になったな、これ。そう、ちゃんと決めてからやんないと、これもったいない。シルクタッチ欲しいよ。わ、こう埋めていくと、あー、綺麗綺麗綺麗。で、2階も同じようにやっていく。あー、これかっこいいよ。ここだね。ほい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 と、ほいほいほい。さあ、どうかな、これ。ちょっと1回外から見てみよう。あ、で、ここもちょっとやっちゃうか。で、そう、ベランダの柵を、こうやって。これかっこいいくない？この色。よいしょよいしょ。まあ、飛び越えられちゃうんだけどね。ルックス重視ってことで。ああ、かっこいいかっこいい。これを、まあ、3階の屋上もやりたいんだよね。そうなんですよ。一応ちゃんと考えてたんだよ、これ。よいしょ。よし！ほら、ちょっとかっこいいでしょ？ 3 階の屋上もやるぞ。ここはもう360度全部。囲っちゃおう。足りるかな、これ。せーの、ポン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 、落っこちろ落っこちろ落っこちろ、ポン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 、ポン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 、あー、落っこちた、落っこちた。ここ結構細いんだな。
よし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 、あれ、ちょっと待って、ロバ、ロバがいるぞ、あそこに。なんでだろう、これ、あ、なんか後からスポーンする仕様なんだね。よし、ほら、あ、ちょっとかっこよくない、ほら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 、ちょっとかっこよくない、ほら、かっこいいかっこいい。ちょっと玄関の入り口の付近にも、屋根だからこんくらいの位置かな、こんくらいの位置にハーフブロックをこうやってつけるとちょっと玄関っぽく見えてかっこいいと思うんだよね。よいしょよいしょよいしょ、ういういうい、うん、いいね。この辺もこうやってね、ちょっと多めに作って、よし、だいぶ形になってきたんで、あとは小窓を作っていきます。隠れちまう、現実世界で。あんまり窓がありすぎると今度安心しなくなっちゃうから、トコンポ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 コン、こんくらいかな。うん、いいねいいね。さあ、あとはドアをつければ完成じゃないこれ。めっちゃ時間かかった。やっぱりね、動画一本で作るもんじゃねえなこれ。こういう感じか。さあ、あとは白樺のドアを作れば完成だ。雨降ってきた。雨よく降るな。よし、このドアで、あ、そっか、ドアって何気に色だけじゃなくてルックスも違うんだね。まあでもこれでいいでしょう。4枚かな、必要なのは。まあこんぐらい取っちゃうか。オッケー、さあ行きます、完成です。いやー、苦労したっぺー。4枚も使っちゃうから、せーの、ポンポン。あれ、あ、そっか、半ブロックだからか。こうした方がいいってことかな。よし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 、あ、いいね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 。んで、じゃあこんな感じで、よーし、で、こガチャンガチャン、あ、いいねー。で、こっち側も、いやー、通り抜けられちゃう家ってどういうことって感じだね。よしよしよし、ほっほっ、で、うい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 、いやー、この辺湧き潰しとかもしなきゃいけないし、やることがいっぱいなんですけど、そういうね、細かいところとかは今後進めていければと思います。いいねー、ちょっと浮いてっけどね。かっこいい、よっしゃ、できた。苦労したぜ。ただね、ヒカクラ1の時より進化してると思うんだけどな。さあ、ちょっと寝て。よし、快晴だ。それじゃちょっと離れて見てみましょう。いやー、頑張った頑張った。1時間半くらいでやってたわ。それではいきます。これがヒカクラ2、初めての拠点です。僕にしては頑張った方、僕にしては頑張った方。いやー、でもね、やっぱ黒いガラスが全てだね。本当にめっちゃ浮いてっけどね、これ。めちゃめちゃ浮いてるけど、もうちょっとでも改良した方がいいとこも あるっちゃあるかもしれないけど、ちょっと、窓とかね、窓とかもっと縦長でもうちょっと増やした方がいいかな。まあでも、テイスト的には大体僕の頭の中で描いてた設計図に近い感じには作れました。はぁ、頑張った頑張った。まあ今後ね、もしできたら地下とか作っていけたらなとかも思うんですけど、とりあえずこれでね、住むことはできると思うんで、まあ、次回また冒険行きたいと思います。よければアンケートをお答えください。はぁ、頑張った。この動画もしよければ評価、グッドボタンお願いします。このヒカキンゲームズのチャンネル登録はこちらをポチ。その他、Twitter、Instagram もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回パート4でお会いしましょう。バイ。